referee seminar is so important because the referees are so important. Here in Brussels, every year, the referees for the European Championships and this year also for the World Championships are selected and to a certain extent also trained. A good referee does not only judge, win or lose, but a good referee is able to stimulate the fighters to show and exercise their best kendo and thereby develop themselves. A bad referee does exactly the opposite, and thereby refereeing is so important.各ゾーンごとにね、講習会へ派遣されてきてるわけですけれども、まあ、簡単に申せばね、今、世界で59の国と地域というふうなことになってますね。これだけ、剣道というものが、世界へ広がるその魅力というふうなことを考えますとね、やっぱり、なんと言いますかね、正しい剣道というものを皆さん方で共有して求めていきたいというふうなことを感じまして、そういう、まあ、一端として、で、まあ、審判法指導法といろいろあるんですけれども、皆さん方とそういうふうなことを一緒に共有して、これからのいわゆる世界剣道というものをね、まあ、盛り上げるということもあるし、発展ということもやっぱりやっていかねばいかんのじゃないかなということですね。次の質問なんですが、先生は今回こちらベルギー あのヨーロッパゾーンの審判講習会に、来ていただいたのですが、あの感想、どういうふうに、どういうふうに思われましたか？その、まあ、派遣された、まあ、責任というものもありますし、先ほどお話したことも含めまして、皆さん方に、より良いいわゆるその審判、試合審判をしていただけるように誠心誠意、努めたいなというふうなことと、まあ、ヨーロッパにおいては今43の国が、ヨーロッパの剣道連盟に加盟されたんですかね、ますます発展されるということがやっぱり私としても大変嬉しいことですので、光栄に思っておりますね。学ぶこと。Third, please learn from watching other people's 審判。わかりましたですか？この3つが大事ですので、皆さん方に応援して。